してかい。おはようございます。バレーヒルソルトモニターの上川路です。本日は愛知県は伊勢湾に来ております。こちらでですね、今日は船の上からワインド調法をメインにマゴチを狙っていきたいと思います。では、ね、早速釣っていきたいと思います。じゃあこれからね、早速第一投投げたいと思うんですけども、投げる前にちょっとねやってほしいことがありまして、足下でいいのちょっと下ろして、ちょっとねアクションのチェックだけはね必ずしてもらって、左右にね綺麗にダートするから、もうこんな感じのちょんちょんくらいでいいので、で見て左右にピョンピョンって跳ねてるかだけ確認してもらって、でそれでねちゃんと動いてるようだったらねキャストします。でしっかりまず着底したらしゃくる、まあ、2回くらいですねしゃくります。そんなにねしゃくるっても大きくしゃくったり強くしゃくったりしなくていいので、これくらいのピョンピョンくらいの1回2回、1回目と2回目なのにちょっとね間を空けてあげると綺麗に跳ねてくれるんで、1、2くらいの、必ずね着底を見てから次のしゃくりにすると。今ヘッドはね 35g を使ってます。水深が 8m なんで、まあ、ここまで重いヘッドを使うこともないんですけども、やっぱね慣れないうちは必ず着底を取らないといけない釣りなので、その着底が分かりやすい重さで重いくらいでもねいいと思います。このフォールの時にね当たりが出ることがほとんどなんで、このフォールにねやっぱ神経を集中させて、ちょっとねちょっとカラーを変えてみます。いや今はねいい当たり出てくれましたね。あ、こっちだ。落とす。はい、はい、ホール中にねティップがプルプルって震えるような綺麗な、まあよくあるマゴチの当たりを出してくれましたね。ダートシャットの方に変えて1投目、こちらでね赤金のダートシャット、やっぱね横の波動が微波動でね誘えるので、まあ代わりともまた違ったアピールポイントになるので、それが今一発目効いた感じです。ありがとうございます。2回しゃくりで当たりが出なかったんで、今回はね今度は1回しゃくりで狙ってみます。1回でもそんなに大きく動かす必要はないんで、まあね2回よりもやっぱポールまでの着底までの時間が短いんで、かなりテンポの速い釣りにはなりますね。まあ動かすのはね竿を持ってる方だけで、手だけで、右手はもう本当リールはここら辺に固定したまんま、もう竿でリールを巻くような、着底したら竿の上げ下げで、で必ずねあのしゃくる時に持ち上げるだけみたいになっちゃうと綺麗にダートしないんで、必ずちょっと弾くようなイメージで緩みを作って一気に力を加えるっていうしゃくり方、必ず緩みを作ってから一気に力を加えてしゃくるって感じですね。でティップはね高い位置でね固定した方が当たりだったり着底が分かりやすいんで、今ねティップがちょっとね跳ねた、いい当たり出ましたね。まあ、かかったらもうね変に上げ下げしないでも巻き続ける感じで、手前まで来るとね結構ね首振ってバシャバシャするんで、ちょっと竿を下げてあんま水面からね顔出さないようにそのまま、ちょっと可愛いサイズですけど、はい、ありがとうございます。こちらですねダートカーリーのキャラメルシュリンプ、尻尾がねちょっとちぎれちゃったんですけども、まあ、可愛いサイズですけどね、いい当たり出してくれました。スワープヘッドね 35g 使ってます。もうね、水深ね 7-8m ですけどね 35g 全然使えますんで、変にね軽いヘッドにするよりかは重めのヘッドでね着底をしっかり取った方がこうやって当たりは全然出ますんで、じゃあリリースしちゃいます。バイバイ。
僕のやり方なんですけど、結構ねティップを高めに取ってるんで合わせがねちょっと聞きづらい部分はあるんですけど、ただティップ高くしとくとね、当たりだったり着底だったりがすごいねティップの戻りで見やすいんで、まあ、いや人によってやり方はね様々ですけど、着った後に結構戻す人もいるし、そうするとね、まあ、戻すとねダートの幅は出るんですけど、やっぱどうしてもね当たりが取りづらくなっちゃったりっていうのが僕あるんで、僕はもうティップは高めで、しゃくった後は必ずピシッと止める、ティップをピシッと止めて当たりに備えると、しゃくって止める、しゃくって止める、この辺に竿をもうぶれさせない、しゃくっては止める、で当たりが出なかったらちょっとねしゃくりの幅を変えたりスピードを変えたりね、いろいろと試して、まあ、その日のパターンみたいなものを見つけていくのがね一番いいかなと。スワフェット 35g のダートカーリーで、カラーは弁慶ですね。あ、入りました。よし今ねテンションが、波が危ねえなと思って片手離してたらふっとテンションが抜ける。そうですね、やっぱねフッキング、やっぱこっち顎が硬いんでフッキング大事なんでね、やっぱもういい方いい方、ありがとうございます。今ねちょうどほんとテンションがスコンと抜けていい当たり出ました。まあ、肩もね、まあ、50ちょいくらいかな、うん、ダート代わりに2回しゃくっての、ちょっとね波がねグワングワしてたんで危ねえと思って片手もねレールに捕まったらその時ちょうど来て焦りましたけど、なんとかね取れました。あー、エイっぽいかな。あ、でも上がってくるな。黒台どこかな、はだいぶ走ってるけど、あ、すれこちでかいけど、でかいけどすれこち、顔がでかいけど、はい、ジャストくらいですね。674MH に変えてちょっとねキビキビした速い動きで探っていきたいと思います。よし、でかい。今ティップがパーンと跳ね上がっていい当たりだ。ちょっとねこれはいい方ですよ。よいしょ、ありがとうございます。ああいう当たりをね一回味わっちゃうともう病みつきなんですよ。それのためだけにこんだけこの何年やってると思ってるみたいな感じなんですけど今のはね超気持ちいい。ティップがスパーンと跳ね上がってね、いやそうかけた時のその重量感もたまらなかったですね。ちょっとねサイズは60はねなさそうなんで、ちょっとね、まあ、贅沢ですねそれはねダートカーリーのねオレンジオレキンとスワフェット 35g ですね。いいの取れました。本日ね使用したタックルの紹介をしたいと思います。まずこちらのロッドですね、バレーヒルから発売されますベイドライブシリーズのボートマゴチ、こちらね、2機種発売されます。 74M と 74MH、 基本的に長さも一緒なんですけども、まあ、張りがやっぱ MH の方がある感じになってますね。まあワインドを特に特化した感じのロッドがこちらの 74MH で、 74M はねスイミングの仕様も視野に入れて、もちろんねワインドでも全然使える、しっかりねベリーからバートにかけてはね張りがあるんで、これをしゃくり切れるロッドになってます。
まあ、キビキビ動かしたいときはやっぱ MH の張りのある感じがねいきますし、逆にねちょっとあえて勢いを殺して、まあ、ゆっくりとふわふわしたダートをさせるんだったら M のワインドも使えるかなと思います。でティップがですね、両方ともハードソリッドになってます。でこれこの釣り、まあ、当たりを取るのも大事なんですけど、まあ、ボトムをねしっかりと着底を分かるっていうのがね大事になるので、風があっても波があってもそういう時にねこのソリッドのティップがねうまいこと入ってくれるんで、そのテンションの抜け感だったりすごいね分かりやすくなってます。スレッドにもねカラーが入ってるので視認性もアップしてますのでね、おすすめです。続いてはですねこちら今回使用したジグヘッド、マレヒルから集めされますスワープヘッドになります。こちらの特徴はですね、やっぱダートする時に水をしっかりと切れるようなこの尖ったね水受け面がある形状になってます。底面もね結構広くなってるので、結構ねこう置いた時にボトムでねステイできるんですけど、そのステイで結構当たりも出ることはあるので安定感だったりもねあります。フックはですね国産のフックを使ってます。でメッキで鈴メッキでね加工してあるので錆びにくくもなってます。アシストアイもしっかりついているのでアシストフックをつけることもできますし、場合によってはねブレードなんかつけたりもいいのかなと思います。本日ねこちら使用したワームはマレーヒルから発売されますベイドライブシリーズのダートカーリーとダートシャットになります。まあ、両方ともですねダートしやすいような三角ボディになっていて、やっぱ特徴は何といってもねこの両方ともテールがねついてます。よくねワインドっていうと、まあ、ピンテール系のワームだったり、あとはパドル系のテールがついてるものが多いんですけども、ダートさせる分にはねその方が水切れが良くてね良かったんですけども、波動という部分でどうしてもフォールでの波動がね効果がね薄かったんですけども、カーリーにしろシャートにしろこれがつくことによってですね、カーリーの場合は後方水流という視覚的なね効果もありますし、まあ、シャトテールの場合は横揺れのね微波動系のアクションになります。本当ですねちょっとした水流でもねテールがピコピコ動いてくれるんで、今まで追ってきてアタックするけど食い切らなかったマゴチをしっかりね食い込ませるようなそんなねテールがなってます。